ないですね。いつか自分の笑い袋を作りたいと思ってて、違う、絶対買ったら、幸せそうなオーラが出るんだと思うんですよ。始まりました、頑張ってる人の毎日を応援し合う番組、キキュウです。司会進行を務めさせていただきます、戸田マリエです。よろしくお願いいたします。そして今回はなんとですね、キキュウファミリー増員スペシャルとなります。早速ですが、一人目のキキュウファミリーはこの方です。はい明るい、皆さん、私怒り仲間がキキュウファミリーになります。すごい、全部ここのここら辺の音程を使われてますね。今日私、はい、ほら、キキュウファミリーになったということで、はい、なんでこの被り物を被っているかっていうと、はい、すごい気になります。気になりますよね。これ、はい、笑い袋の被り物なんですよ。笑い袋、それは一般的にあるものですか？ないです、私作った。そうですね、初めましてでした、笑い袋は。そうですよね、はい、だから、なんか私を笑わせたくなったらここのボタンを押してくれたら私笑うんで。あ、それだったんですね。だってほら、笑い袋、これ私作ったんですけど、はい、これ基本、ここの鼻を押すと笑うんですよ。すごい、聞こえます？はい、聞こえます、聞こえます。私いつか自分の笑い袋を作りたいと思ってて、うんうんうん、そうなんですよ、はい、自分で笑い袋を作ったんですよ、この音は、だから誰か、どっか知らない人が笑ってんですよ、うんうん、とにかく、はい、あのこの笑い袋、私を笑わせてくれたら、はい、あの笑い袋を押してくださったら、はい、笑うっていうのと、なるほど、あと気球ということで、はいはい、元気がなかったりとか、はい、なんかあの頑張って人を応援するということで、うんうん、応援したあげくに、はい、あげく、はい、笑顔になって、うん、笑顔になってもらったら、うん、いいなっていう気持ちを込めて今日この格好にしました。なるほど、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは、金友さんとお呼びしてもよろしいですか？大丈夫です、はい、金友さん、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。では早速ですが、金友さんには、はい、キキュウファミリーの一人目ということで、うん、町の飲食店さんを食べ歩いて盛り上げる応援グルメ担当になっていただきました。私めっちゃ食べるの好きなんですよ、はい、なんかもう全然体型を見ると想像できないですけれども、いや私本当に食べるの好きなんですよ、はい、それで いっぱい食べるんですよ、あと、はい、それでまあ走ってもいるし、はい、走ってもいるし、いっぱい食べて、はい、走っていっぱい食べてっていう、はい、ちょっと頭がおかしい感じになっちゃってるんですけど、はい、でも本当に食べるの大好きなんで、めちゃめちゃ嬉しいです。じゃ結構量食べれるってことですね。食べます。すごい、はい、ね、今だけでは想像できないですけれども、はい、これから応用わかるんじゃないかと思います。今回どうですか、オファーをいただいて。いや、もうやるーみたいな感じですよ。もうめっちゃ楽しみです、今から。あ、食べる担当も、食べる担当も楽しみ、うんうん、なんかやっぱりこうなんだろうな、私なんか本当に正直なこと言っていいですか、はい、あの私食べてる時はモテんですよ。モテる、なんかモテるっていうか、うんうん、なんつうのか、モテてるのか分かんないんですけど、はい、その食べて美味しいって言ってる時はみんな可愛いって言ってくれる。気になるみたい。あ、ほちょっと、ね、褒めてるのかな、褒めて、褒めてるの分かんない、うん、分かんないけど、うん、なんかいいって言われるんですよ。見たい見たい、分かんないんですよ。見たい、気になりますね。そうでもねえとか思ったら最悪じゃん。まあでも自分でハードルが上がりますね。いや、でも違う、絶対多分、うん、幸せそうなオーラが出るんだと思うんですよ。なるほど、だからじゃないかなっていう、うんうん、でも、はい、私が思うに、うん、一番はやっぱり、はい、こうなんだろう、まあ もちろん言葉でも伝えますけど、うん、やっぱ本当に嬉しいっていう、あ、美味しいっていう、うん、そのなんかそれを出せばいいかなっていう風に、あんまりいろいろ頭で考えることはあまり得意じゃないんですけど、うん、素直に表現していけたらなって、リアクションで、リアクションを見ればもう美味しさが分かる。そうです、なんかもう次の日絶対行きたくなるみたいな。なるほど、楽しみで行きたいと思います。楽しみですね、はい、ではですね、今まで一番食べた日、うんうん、これぐらい食べたぞとかいうのはありますか？めっちゃ、もうでも食べて、もういつも毎日なんだけど、毎日食べてるから、毎日食べてる、結構腹八分で誰作ったのっていうぐらい、私にはないです、腹八分が。ないんですか？はい、人間必ず、ちょっと寂しい話になっちゃうと嫌なんですけど、うん、人間必ず最後死ぬじゃないですか、はいはい、死ぬ時ってどういう死に方がいいですか？人生幸せだったなって。そうじゃん、だけどほら、いろいろあるじゃないですか、最後どういう死に方がいいかってなった時に、私本当にもう私が尊敬するのは走るメロスと食い倒れ人形なんですよ。食い倒れ人形。そうそうそう、はい、だから気になる、そうそう、うん、だからもうあんくらい食べて、あーもうお腹いっぱいだ、あー
死にたい。それ最高じゃないですか。だってさ、あのお腹いっぱいになりながらなんか寝るのって最高に幸せじゃないですか。なるほど。横になったら食べ過ぎてもう出ちゃうんじゃないかぐらいな状態で寝るの大好きなんですよ。それはないですね。でも本当にそのぐらい好きで憧れるのが胃もたれ。本当に胃もたれが憧れるんですよ私。すごい苦しいですよ胃もたれ。でも全然胃もたれしないんですよ。しない。え、揚げ物たくさん食べても胃もたれしない、うん、比較的しないですね。あ、まあそりゃね、さすがにいっぱい食べたらだんだんもたれはありますけど、うんうん、なんか私の中であんまりしないんですよ胃もたれを。へー、はい、だからあ、なるほど。でもその点で言ったら、あの、あと鼻血出したことないので、鼻血は私も鼻血出したことない。なんか私本当に鼻血出す女子に憧れて、そうピーナッツ死ぬほど食ったんですけど、なんなかったんですよ。ちょっとジャンル違うけど、でもそういうことですよね。そういうことです、そういうことです。他の方には共感できない部分。そうです、そうです、そうです。ではですね、今回はただ単に食べに行くわけではなく、うん、あ、そうです、はい、はい、応援グルメですので、うん、気球ファミリーとしてお店が盛り上がるような食レポ、はい、お店の方を応援していただきたいのですが、そのあたりは自信は大丈夫でしょうか。頑張ります。とにかくあのやっぱりさ、だんだん、じゃあやっぱりこう私も頑張ろうと思ってるし、はい、やっぱり応援したいなと思うから、はい、そこはちょっと頑張っていきたいなと思います。うん、本当ですか。そこはもうやる気が、はい、やる気あります。お、はい、ではですね、どういったお店を応援していきたいなとかありますか。いや、やっぱ元気がないお店を応援していきたいですよね。やっぱほら、うんうん、正直コロナで元気なくなってるじゃないですか。そうですね。はい、あんまり私詳しくないんですけど世の中に、あの、はい、さすがに分かります。コロナで世の中、うんうん、ね、あの、飲食店が大変になってしまってるっていうことは分かるので、はい、あのそこをも応援していきたいと思ってます。これかぶってですか。これでかぶって応援していこう、ね、笑い袋ですもんね。そうだよ、じゃあ笑いで元気なかったら、あのこう押して押してっつって、それでかぶってもらって押して押してっつってやれば、はい、みんな元気になってもらえるかもしれないから。そうですね。もう一個ちなみにこれあるんで、必ずじゃあ、はい、もう一個持ってって、そうですね、かぶっていただいてっていう風にやってもいいかもしれないですね。なるほど。でもなんかそうやって元気になってもらえたらと思います。はい、はい、では最後にですね、うんうん、全国の頑張っている飲食店さんに応援しに行くぞ的な、はい、メッセージなの何か。わかりました。いただけますか、カメラ目線で。全国の頑張ってる飲食店の皆さん、かぶり物を食べて私が皆さんのところに応援します。頑張っていくよ。すごいエネルギーが入りました。わかりました。ありがとうございます。はい、そして気球では金友さんに応援しに来てほしいという街や街の飲食店さんを募集しておりますので、ね、YouTube チャンネルへのコメントか、うん、気球アプリにいつでも書き込んでいただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、誰かに応援してほしい人、頑張ってる人を応援したい人は、ぜひチャンネル登録と気球アプリのご利用をよろしくお願いいたします。ではこれからもよろしくお願いします。